はい、こんばんはです。さあ、話がちゃんと続くかどうかわかんないですけど、久しぶりの山中ラジオでございます。今ね、映画見た帰りなんですよ。今日見た映画は関心領域ってやつだったかな、タイトル。ドイツの映画です。で、どういう映画かというとですね、ドイツの、まあ、第二次世界大戦の頃のドイツですね。真っ最中、アドルフ・ヒトラーという男が、いたわけなんですけど、まあ、この人の政策というんですかね、ユダヤ人を強制連行して、毒殺するという恐ろしい、人種差別というんですかね、詳しいことは分かんないんでね、どこまでが本当の話なのかよく分かんないですけど、そういうふうに世間でよく言われてますね。別にヒトラーを擁護するわけじゃないですけど、本当に勉強不足なんで、まあでも行われたということですよね、こういうことがね。すごいですよね。でまあそれは置いといて、でこの映画はね、そのかの有名なアウシュビッツ収容所、ね、ユダヤ人を、毎日電車で連れてきては、そこに収容して、どうなんでしょうか、1日2日ぐらいは生き延びられるんでしょうか。どんどん殺していくという僕の中でイメージ勝手にありますけど、どうなんだか分かりません。ただね、そういうようなところで有名なところですよね。でこの映画はドイツのね、多分将校そこのちょっとね、寝ちゃったんですよね、結構また。語るなって話だけど、寝てんだったら。まあでもアイデアとしてすごいですよね。でそこのね、あの副官主だったかな、確かその人の家族が、まあそのすぐそばに隣に住んでるわけですよ。でそこの家のなんかお話が淡々と描かれてるんですけど、多分ですね、そういう感じだったと思うんですけど、で僕もね、最初の10分20分ぐらいちゃんと見てたんですけど、今日はちょっとね、つらかった。朝5時から起きてますね。いや、映画見に来ちゃダメだったんだ本当はね。いや、まあで何ですかね、不気味な映画ですよ、とにかく。その何でしょうね、まあサザエさん的にほのぼのと、ほのぼのでもないんだよな、またな、まあ家のことが描かれてる時に、なんかうっすらとね、悲鳴とかがね聞こえてくるんですよ。あとなんか監修となんかやり取り的なものとか、おお、これどこ行くんだ、どっち行くんだ、おい、行ってくれ行ってくれ、俺も行けんのか。そう、あとたまにね、もうこれ演出ですよ全部ね、うまく煙が上がってたりするのね、建物から、そのアウシュビッツのからね、煙っていうのは死体を焼いてるやつなのかなみたいな感じで、そういうのが終始あって、でいろいろあって多分人間模様も描かれてるんだと思うんですけど、もう一回ぐらい見たいですね。ネトフリー入ったら見よう。まあそんな感じのものを見たんですけど、まあ音楽が不気味、またそういう映画なんでしょうね多分ね。でね、実はね昨日も見てたんですよね。で昨日は全然眠くなかったんでね、で今日も大丈夫かなってちょっと自分を過信してしまったんですけど、昨日見た映画はね、と言いながらタイトルなんだっけ、今寝起きなんで若干あれタイトルなんだっけかな、昨日の映画、昨日の映画なんだっけ。そうだ、ミッシングだ、ミッシング、これはかなりなんでしょうね、日本アカデミー賞っていうのはね、ちゃんとした本当のガチンコの賞だったら、これはイチコって映画とこのミッシングっていうのはなんとなく賞独占、なんかすごい競い合うんじゃないかなっていう感じの映画でしたけど、ミッシングっていうのはですね、誘拐事件の被害に遭ったご家族の映画なんですね。
害事件に関してはほとんど描かれてないんですよ。犯人がどうことかどうことか、まあちょっとあの話の流れでね、若干は若干とかちょっとあるんですけど、実は弟が怪しいんじゃないかみたいな流れで、これはまあでも本当ね、これすごい映画ですよ。見た方がいいんじゃないですかね、今の現代社会の我々にとっては身につまされる作品でしたね。要するに誘拐されちゃうんですね。なんか6歳だか7歳の子だったかな、まだ小学校にも行ってないような感じの子が誘拐されてしまって、そこの誘拐された家族の苦悩というのを描くんですけど、まあ普通そういう映画って、まあ、お涙頂戴的なことが描かれるじゃないですか、大概で、何でしょう、子供いなくなっちゃったけど今後も頑張って生きていこうみたいなね、そういう映画が多分普通エンターテインメントの映画としてはね、そういう作りで作るのが普通だと思うんですけど、この映画はねもう一切ないっす。そういう、なんだろう、情とかそういうものが、まあ、あの描かれてはいるんですけどね、当然ね、もうあのそういうのを省いてね、恐ろしい映画ですよ。まあ、主人公は母親役やってる石原さとみさんがやってる母親なんですけどね、この母親さんがね、そう誘拐された日、まあ、子育て一段落という感じで、まあ、2年ぶりって描かれてたけど、2年ぶりっていうのもどうなのかなっていうのがあるんだけど、2年ぶりになんかね男性アイドルグループのライブに行ってた時に弟にあの子守りしてもらったら誘拐されちゃったという、まあ、誘拐というかね、誘拐かどうかも分かんないですよね、失踪ですね、失踪、いなくなっちゃったという話なんですよね。ですんで母親もバッシング多少されるわけですよ。で母親さんっていうのはですね、まあ、でこの映画ねすごいのがね、その誘拐された時から描かれてないんですよね、ちょっと経ってからなんですよ。で、まあ、誘拐というかね失踪だね、つい誘拐って言っちゃうが失踪ですね、失踪してからねちょっと経ってから描かれてるのね。あ、これもう壮大なネタバレになりますんでね、見たい方は聞かないでくださいね、この先ね。そうなんです。それでね、だからちょっとね若干ね諦め感みたいなのがあるわけですよ、警察とかね周囲の人とかは。ただ母親は絶対諦めないと、不屈の闘志という感じで、本来は何でしょう、綺麗に描かれるべきべきではないな、綺麗に描かれてもいいような演出上ね、そういう存在なんですけど、これがねもう見事に空回りするんですよね。もう私はこんなに心配で、ね、心配してるのになんでみんな一緒になって心配してくれないんだと、私はこんなに一生懸命ビラ配ってるのになんでみんなもっと積極的に手伝ってくれないんだみたいな、そんな感じのね描かれ方なんですよ。だから嫌な人になってるのね、どんどんね、すごい嫌な人の。で旦那さんっていうのが、もう何でしょうね、それとは別にもうなんか半分ちょっと若干諦めもありつつ、でもやっぱり父親ですから、やっぱりあの娘が帰ってくるのを祈る思いでね一緒に暮らしてるわけなんですけど、まあ、そこら辺の旦那さんと奥さんのね間でもやっぱいろんなことが起きるわけですよ、当然ね、そういう方ですから母親は。そういうのがね描かれててね、まあとにかくね辛い映画ですよ、ずっと。で弟がいるんですけどね、この弟さんっていうのはね、まあ最後にみゆちゃんでですけど、みゆちゃんと会ってた人なんで、まあ当然疑われてしまうんですよねこれね。でそのまあいろいろね、そこもねまたいろいろあってね、結局、まあ、犯人ではないんですけど、ここにねまたねテレビ局が絡んでくるんですね今度ね。テレビ局
ローカルテレビなんですよ、しかも全国テレビじゃなくてローカルテレビで、ローカルテレビのこのいわゆるディレクターとカメラマン、あと上層部ね、テレビ局の、これもまたね意見がいろいろ割れてね、ここら辺の葛藤も描かれてるんですよね。やっぱあのディレクターさんとしてはね、もうずっと一緒にこのご家族と一緒になってるんで、まあご家族の家族のためにといろいろ良かれと思って、取材したりしてるんですけど、やっぱテレビ局としてはですね、もうちょっと面白い映画欲しいというところでね、ちょっと弟犯人だったら、ちょっと弟犯人って呼ばれてる、まあなんだろうな、だからそういう演出的なものを撮った方がいいんじゃないかと、いかにも犯人ですよみたいな感じでね、でそれですよ、で結局ねそういうの撮っちゃったりしてね、弟さんもまたひどい目に遭うというね、そんな感じがずっと2時間ぐらい続くんですけどね。でね、こういう映画って、まあ、要は最終的にはね、普通ですよ、ああみゆちゃん見つかりましたみたいなね感じでね終わるじゃないですか、映画とかテレビドラマって感動的に。でね、一箇所ね描かれるんですよ、実はね警察からね電話かかってきて、みゆちゃん発見されましたっつってね、もうね絶望のどん底にいた時にね、その電話かかってきて、本当ですかみたいな感じでね、でちょうどテレビの取材も入ってて、いろいろテレビともいろいろ揉めたりもしてた時にその吉報がね入ってくるんですよね。でもう急いで警察に行くわけですよね。そうするとね、本当俺がすごいんですけどね、いたずらだったんですよ。いやーもうほんとね、なんつったらいいのかな、見てる方もねどん底に落とされましたね、あれね、マジかよって。でそんな映画なんですね。でね、これね、でもと言っときながらね、最終的にはねもうなんだろう、若干爽快感で終わるんですよね、これ。結局ねみゆちゃんはねもう戻っても来ないし、死んでるのかもどうかもわからないままずっと、そのビラをね配った場面で終わるんですけど、まあそこにねちょっとね、とある方がね手伝いに来てくるんですね。そういうところでねちょっと救われるというような話もあったりとかして、で最後そこら辺で終わるんですけどね、もうねこれね、でいろんなものが実はちょっと流れで入ってて、で地方局っていうのもですね、これもまたね実はどん底な感じなところがあって、水曜どうでしょうなんてのはね、あのディレクターとかも本当とあの特別ですからね、やっぱね地方局ってね、出世する人はね、まあ、東京キー局とかにフジテレビ、TBS、読売テレビとかに引き抜かれていくんですね。でやっぱそうじゃない人っていうのは引き抜かれないでずっといるわけですよ。でこれがね、まあなんとなく僕の勝手な感想ですけど、もうねそこにすがるしかないんですよね、もうね、このね担当ディレクターの方はね、中村智也さんがね素晴らしい演技ですね、多分ですよ、そういう風に描いてんだよね。だからこのねご両親もね、もうね娘の創作活動っていうのが一つの何でしょうね、生きる目標になっちゃってるのね、なんかね矛盾してるけど、まあ、そういうものに囚われ続けて生きていくしかない人たちはね描かれてですね、悲しい映画ですけど、なんかどっかねほっとするんですよね、ほのぼのとするようなところもあったりも最後の方でちょっとしたりしてね、いろいろいい映画でした。でこれもう一つね、テーマとしてあるのが誹謗中傷、ネットの、まあいろいろ書かれるわけですね、当然ねそういう感じですから、それに関してもね最後はね、ね刑事告訴して訴えて、捜索の手が入りましたってところで終わるんですね。だから、まあ、誹謗中傷にもね、何でしょう、そういう風にちょっと釘を刺すというかな、そういう風に描かれたような
映画で誹謗中傷に関してはですね、私もあんまり若干一言では済まされないような感じもあるんで、ほんとね、やっぱね、うかつにいいねとか押しちゃダメですよ話はそれそうなんで、こんぐらいにしときますけど、まあそんな感じでちょっとね、ミッシングっていうか、あんまり興行成績的には苦戦してるみたいだけど、なんかね、見る気があったらね、ぜひね、見たらいいんじゃないかなというふうに思いますよ。もうド迫力です。石原さん、やっぱりすごい女優ですね。そんな感じのものを見てきました。結局今日見た映画の話は何もないという感じでね、終わりますが、まあそういうことでね、映画館やっぱいいですね。映画館で映画見るのはね、まあ、ネットフリックスもね、結構ね、面白いなってね、3体なんつうのもね、やっぱり結構面白かったですね。酒井さんに勧めてもらったんですけど、3体もまた恐ろしい映画でしたね、あれね。見た人いるかな。まあいや、その話はまたいずれ、もし機会があったら。ということで、着きましたね、山中レディオ。今日ね、錦糸町に行ってまいりました、また。ちょっと時間が足りなさそうなんで、赤羽公式の延長しましたんでね、そっちの方も楽しみにしてください。いい公式作りたいですね。はい、ということで帰宅しましたんで、今日はゆっくり寝ましょう。ズーハイでは山中ラジオ、これにて終了。どうも最後までご視聴いただきありがとうございました。